こんにちは。今回は7人の脱出カメオ出演俳優たちの魅力についてお話しさせていただきます。韓国ドラマ7人の脱出は最終週島で起きた少女ダミの失踪事件に絡む7人の罪人たちが主人公の復讐劇です。このドラマには主演者たちに加えて魅力的なカメオ出演俳優たちが登場しています。カメオ出演俳優一覧、マシュー・リー役オム・ギジュン、ペントハウスシリーズのチュダンテ役を演じた韓国ミュージカル界のトップスター、クムラ・ヒ役ファン・ジョンウム、女性アイドルグループシュガーの元メンバーでロマンティックコメディの女王として知られる俳優、ミンドヒョク役イ・ジュン、暴力団組織の出身で非や冷酷なイメージとは裏腹に熱い心を持つキャラクター、ハンモネ役イユビ、歌手キョンミリの娘で女優として活躍、最終週島の事件に関与したキャラクターチャジュラン役シンウギョン、サンサン婦人会として登場し物語に重要な一翼を担う、ヤンジンモ役ユン・ジョンフン、芸能企画会社代表として登場、ドラマの展開に影響を与えるキーパーソン、コミョンジ役チョユニ、最終週島の事件に関与した謎めいたキャラクターナムチャルー役チョジェユン、最終週島の事件に絡む複雑な事情を抱えた登場人物、パンチルソン役イドクファ、最終週島の事件に深く関わるキャラクター、これらの俳優たちのカメオ出演は物語に深みを加え視聴者に新たな魅力を提供しています。各キャラクターが事件にどのように絡んでいくのか期待が高まります。ぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。